ナミさんどううもおはようございますフォレッサーの魅力ね、パート2が来まして、まあ、十分その魅力っていうのは伝わったんじゃないかなと思います。まあ、あのね、薄々感づいてはいたんですけども、スバル車って、海外の方がよく売れてるんですよね。で、調べたわけではないんですけども、私が感じるところ、その、ロシアとかね、北米とかでよく売れてるのかなと。あとはやっぱり、雪国ですよね。世界的に雪国では まずあのダイハツの車とかそれからフォレスターみたいな車ねああいったものが強いのかなと思いますよね、うん、私としてはね、あのー、トヨタ車ばっかり乗ってきてるところもあってたまに日産なんですけども基本的にはトヨタなんですよですんでねナミ、あのー、さんのフォレスタの魅力たくさん吸収した後でそういえばトヨタ車の魅力って何かなと思ったら、まあ、走行距離っていうのが一番かな頑丈さですよね あのー、セルシオを昨年の夏久しぶりに買いまして乗ってるんですけども15万キロで買ったんですよで私のそもそものセルシオの購入希望距離っていうのがですね10万キロ以上30万キロ以下で検索してるんですよですごい距離乗ってるねっていうふうに感じられる方もいるかもしれませんけども基本的にトヨタ車ってね40万キロぐらいなんですよねだから10万キロっていうのはまだ乗り出しだっていうふうに私は捉えてるんですよ 通常車ってのは10万キロが、まあ、勝負の分かれ目かなっていうところがあると思いますけども、やっぱり消耗品は買えないといけないんですけどもね。うん、だけども基本的には、うん、車自体がどうにもならなくなるってことはないんだろうなと思うんですよ。それこそ100万キロぐらいでも全然乗れるみたいなね。ずっと乗ってきて思うんですけども、そんな感じかなと。特にセルシオっていうのは、もう随分前に発売された車で、まあ、今はもう生産してませんけども、今の今まで、 中古で回っっててっててててききるはそれなりに生き残ってきた車つまりは大きな事故もなくトラブルもなく中古でオークションにも出たりねいろんな人の手を渡ってるまあ多くの人に認められてここまで来てる車だっていうふうに考えることができるんで逆にね安心なんですよね中古車で15万キロとか20万キロでうんなんか市場に出てる車っていうのはあまだいけるんだなと思いますよね。 本当にダメだったら10万キロ超えた時点で部品取りになったりとか、訳あり車、事故車とかの部類になってて、それこそあんまり値段がつかないんじゃないかなと思うんですよ。まあでもね、セールショーも一時期飽和しましたんで、かなり安くなってきてて、今やっぱり100万円とか200万円を確保すると相当な選択肢があると思うんですよ。で、私の場合は混み込みで100万以下で探していましたんでね、簡単に見つかりましたね。50万車体価格。 もろもろで100万みたいなやつがあったんで非常にお得に買わせてもらったかなとでもどんなに中古で買ってもやっぱり中はね新車同様一級品ですよそれこそ10年経っても20年経っても劣りを見せることはないですよねできっちりと整備をしてもらいまして不具合も全くないんで快適に乗れてますよであとあのすごく好きなのが中古なんでね セルシオの前のオーナーさんのこだわりパーツがたくさんついていて私好みにもうねデザインされてるんですよでそれを探すだけの作業なんで自分で後々何かホイール変えたりってこともないですし車庫調整することもないですしね素晴らしいなと思ってっ人惚れだったりするねそういったものがたまたま見つかれば買えるし即買えるし納期を待つこともないですしね で、見つからなければ、また別の機会を待つこともできるんで、その、出物がいっぱいあるかどうかっていうのも問題なんですよ。うん、セルシオってのおかげさまでね、そこそこ出てるんで、結構待っとけば回転して新しいのが出てくるんですよね。逆に言うと、買った後も、あ、こっちの方が良かったっていうのが後追いで出てくるとこともありますんで、あんまりね、買っちゃおうとか見ないようにしてるんですけど、最近はね、うん。次はなんかこのソーラーが欲しいなと。赤いソーラーね。あれがいいなと思ってますね。青でもいいかな。青いソーラーでもね。まあ、青と赤のどっちか。 本当になんかこう、うん、色に色こだわった、ね、スポーツカーをちょっと今度は探してみたいなと思います。50代でやっぱスポーツカーっていうと、うん、ちょっとした本当の自分へのプレゼントになるかなと思うわけですよね。あとねもう一個だけセルシオの魅力をこうやって考えてみると多分香りなんでしょうねあのセルシオってね独特の匂いがしてとても居心地がいいんですよ。 それこそ20代の時30代の時40代の時にそれぞれセルシオにンを乗ってきましたけどもその時と同じ匂いするんですよどのセルシオにしても10系でも20系でも30系でも後期でも前期でも同じような共通の香りがするんで特にね方向剤を入れる必要もなくってあこの席に帰ってきたなーって感じがしますよねうん、まあ、そして後部シートの豊かさとかもあります後部シートほんと快適なんですよだから後部シートでね たまに、ね、運転もしないのにに座ったり寝たりりり寝すするこことがありますあ本当にこれ運転手がいてこその車なんだなと思いながらもまあセルショーも大衆車ですからね自分の車は自分で運転する図ってのが今ではすっかり似合うようになったのかなと思いますけどももともとは重役か役員かで運転手を従えて後ろでねゆっくりとオーナーが乗り込むみたいな姿があるのかなと思いますけど、はい、ということであのフォレスターの魅力 お聞かせいいたただきままししてありがとうございましたいや私もね車は好きなんですよでナミさんのようにカメラにお金をかけることはなくなりましたけどもでもねやっぱいいですねカメラね今私は撮影用のこのソニーの Vlog カメラがあるだけなんですけどもんまあ他にもねなんかいい前カメラが出ていたらちょっと見てみたいなって気がしますじゃあ今度はねナミさんカメラについて何かねいい話があったら聞かせてくださいこだわりのレンズとかねなんか すすすごく高かったですみたたでみいいなな聞きたいなと思いますねはいその他、えー、恋愛 Q&A みたいなコーナーもちょっとだけやらせてもらいましたけどもどうなんですかね、うん、男女の間って友情って成立するもんなんでしょうかね、うん、成立しないもんなんでしょうか私はこれね存在する人もいれば存在しない人もいると思うんで、うん、スパッと切れないと思うんですよ ここはいつまでたっても答えが出ないと思いますけども男女間で友情を成立させた人からすれば友情あるよってそんなん別に男女だからって付き合ったり色恋に落ちるばかりじゃなくてちゃんと人と人として付き合っていけるでしょうっていうのねものすごく凛々しい意見もあれば男女の間の友情ってのは難しいよねってどうしてもどっちかがどっちかにほら異性としての感情を持っちゃうじゃないみたいなそういった気持ちもあってどっちも正しいんじゃないかなと思いますよね でもこれは結論を出したいわけではなくてどっちが正しいと思うんじゃなくて自分はどう思うかなっていうこととその思いっていのが変化してきたかもしれないそしてこれから変化するかもしれないってことも込みでのやり取りになるかなと思いますはい男女間で友情は誠実するもんなんでしょうかいかがでしょうかそれではありがとうございました